この時間雪は止んだ札幌中心部ですが、2時間ほど前に降っていた雪が凍った路面の上に積もってより滑りやすくなっているところもありますので、お帰りの時間さらに足元は注意が必要ですね。いや本当に凍っている部分分かりにくくなってますので、はい、皆さん足元にはくれぐれも注意をしてください。では今警報が出ている地域がありますので、はじめに警報から見ていきたいと思います。稚内も景色が霞むようになっていますね。はい、稚内では今夜それから明日は午後に雪が降りやすくなりそうですね。稚内市、猿払村、そして豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に暴風雪警報と大雪警報が出ています。この後今夜9時ごろまでですね、午後9時ごろまでは暴風雪、はい、そして大雪に警戒が必要です。では今夜から明日にかけての天気のポイントを見ていきたいと思います。ソラナビはこちらです。今夜から明日にかけて札幌県でも大雪になりそうです。通勤通学には余裕を持って行動するようにしてください。雪雲と風の予想を見ていきます。この後午後7時の雪雲と風の予想です。札幌の少し北側に紫色の範囲、活発な雪雲が見られます。では時間を進めていきます。この後今夜から明日にかけては石狩地方、空知地方、そして尻別地方を中心にこの紫色の範囲が見られます。札幌の中心部にもかかってきそうです。そして明日の午後になりますと、このライン状の紫色の活発な雪雲なんですが、宗谷地方ですとか留萌地方にもかかる予想になっていますので、道北では明日も局地的に雪が強まる時間帯がありそうです。その他の地域でもまとまった量となるところありますね。はい、では予想降雪量見ていきましょう。今日午後6時から明日午後6時までの24時間です。札幌も含めて石狩湾の周辺、赤の50センチ以上、その周辺にはオレンジ色の40センチから50センチの予想になっています。先ほどご覧いただいた紫色の活発な雪雲の範囲なんですが、風向きによっては札幌寄りに入ってきたり、それから尻別寄りに入ってきたりと若干こうずれが生じる場合もありますので、積雪の急増には注意をしてください。大雪による交通障害にも注意が必要です。特に道県で注意が必要ということになりますね。では続いて道県の雪雲と風の予想です。この後午後7時の予想ですが、小樽、札幌、江別の少し北側に紫色の範囲が見られます。では時間を進めていきます。今夜は石狩の北部に流れ込んできそうですが、日付が変わる頃になりますと小樽ですとか札幌にもこの紫色の範囲かかってくることになります。そして明日のお昼くらいになりますと次第に雪は止んでいく見込みです。では時間ごとに札幌県のお天気見ていきます。明日の札幌県、今夜からの雪がお昼ごろまで続くでしょう。明日の朝には雪かきが必要になってきます。通勤通学にも影響が出る恐れがありますので、早めに起きて準備をするようにしてください。その他の南西部も雪の影響を受けそうですか。はい、札幌や小樽ではお昼ごろまで雪になりそうです。雪の量多くなる予想なので、列車ですとかバスなど交通への影響が出る恐れがあります。時間に余裕を持って動くようにしてください。続いて北部です。石狩でも今日からの雪が明日のお昼ごろまで続くでしょう。その他の地域では午後から雪になって降り方が強まるところもありますので、さらに積雪の増えるところがありそうです。留萌など沿岸部では吹雪くこともありますので、引き続き見通しの悪さに気をつけてください。東部の予報です。紋別や北見、網走では午前を中心に雪が降りそうです。ただ量としてはそれほど多くはならない予想です。浦河の周辺も雪がちらつくことがありそうです。気温もまた寒さ続きますね。では明日の気温見ていきましょう。旭川も雪が降り続いてます ね。日付が変わる頃まで降り続きそうです。明日朝の最低気温、今朝より高くなるところがほとんどで、12月の上旬から平年並みのところが多くなるでしょう。明日の日中は今日と同じくらいのところが多く、厳しい寒さが続きそうです。さて雪や寒さはこの先週末も続きそうですね。では週間予報でこの先の天気見ていきます。ご覧いただいているのが今の岩見沢ですが、引き続き雪の降り方強い状態となっています。お気をつけください。はい、こちらも夜遅くまで降り続きそうです。では週間予報、南西部です。黄色い枠が荒れた天気の恐れのあるところです。あさって土曜日、冬型の気圧配置と寒気の影響で石狩、空知、尻別地方では局地的に大雪の恐れがあります。気温も低く、最高気温でも氷点下3度から氷点下5度の予想です。北部と東部です。東北を中心に来週にかけて雪の降りやすい天気が続くでしょう。あさって土曜日、上川地方や留萌地方で雪の降り方が強まることがありそうです。一方で太平洋側の地域では晴れるところが多くなるでしょう。
さて札幌でもこの後明日の午前中にかけてまとまった量の雪となる恐れがあります。雪山も大きくなりますので見通しの悪さ十分お気をつけください。